15、16年ぶりに、はい、もうファン待望ですね。山本雄介、海外の方ばっかりなんで、はい、日本、はい、リキさん、おはよう。ついに始まりました、うん、ついにこの南に、戻ってまいりました。今回は新作ということで、本作りもかなり、1年ほど前から、今撮影、5日目ですか、はい、でこの南で、橋のたもとで、芝居があってという、戻ってまいりました。15、16年ぶりに、はいはい、もうファン待望ですね。そうなんだよな、今 SNS でかなりその、はい、そういうまたやってほしいっていう、コメントが多かったんで、企画を作って、やりました。まあ南の帝王ではないんだけどね、はいはい、そこは間違いない。これはいつ公開予定でいます、夏過ぎかな、夏過ぎに、まず配信、はい、その後は、まあ、いろんな形で、世に出ていくんで、また詳細はちょっと改めて、はいはい、こう今リキさんしか映ってないんですけど、裏にここはね、あの相生橋ですよ。昔南の帝王、はい、ここでよく撮影やってたんです。なんでかというと恵比寿橋に比べて人が少ないんで撮影しやすい、うん、お芝居撮りやすいなんですが、ちょっと今日は恵比寿橋の方でもちょっと行かなきゃいけないんで、これから向かおうと思います。山盛りの舞台ですね今日。山盛り今日山盛り舞台ですね。じゃあ見よう監督、いいですか一言、俺も三段もじゃあ出てきたいと思って山本裕介、はい、よろしくお願いします。山本裕介さん、何の役かというと、まあ俺の、まあ、射程のようなそうですね、ですね、はいはい、すごくいい芝居してます、怒られてます。あ、そう、いや、怒られてるとこ見てないです。嘘つくんじゃないよ、この野郎。すいません、俺が悪いイメージ。そうだよ、お前俺が悪いイメージじゃないよ。すいません、恵比寿橋行きます。恵比寿橋、今日は平日の昼間だからね、はい、人がいなくて、まだやりやすい撮影が。で今あの観光地でもうコロナ明けで海外の方ばっかりなんで、はい、日本の方はほとんど出てきてないんで、日本人はほとんど仕事してるんで。仕事、そうですね。だから平日ですから海外の人にはさ、分かる人は分かる。本当に日本の方いないんですね。日本人いないんで。いないっすね。ここじゃない。ああ、だるま、はい。すみません。え、大丈夫。ここまで出てるんですか。あ、ここいいバックですね。ここでなんかコメントしますか。はい。あのちょっとまあいいチームをちょっと作ってやっていきたいな。はい。頑張っていきます。もうあの前にも一緒に共演しようか。はい。前なんだ。はい。兄貴役。あの、俺が親分役。親分。はい。僕、射程です。射程。ああ。いや、俺が射程よ。僕が射程です。逆だ。はい。わぁ。頑張ってます。いや、この後、ここから飛び込む。で、俺がそれを止めようとするんだけど、足をさらに押して、落として。完全に、落とし刺激じゃない。そういう、そういう芝居がある。第3話ですか。俺らは戻ればいいんだね。はい、はい、じゃあこれで一旦俺は次の、シーンの撮影、はい、ちょっと空き時間で、はい、ということでよろしく。お二人あれですか、大阪はもう第二の庭みたいな感じですか。結構ほぼほぼな。あ、でもこっちで何かやってんの。僕はい、こっちでちょっと飲食店やってるんで。ビジネスやってる、はい、なので月に1回ぐらいは来るんで。そうなの。はい、じゃあ全然俺より詳しいかも。俺が詳しかったら昔だよ。大昔。
前は生まれる前からそんなことない。そんな、まあ、これからだよ、はい、これから数字がどんどん上がるよ、はい、仕事頑張ります。じゃまだ撮影長いですけど、はい、頑張ってください。あれ楽しみにしておいてください。はい、かつて南であの男を知らん者はおらんかった。父さんはアコギが過ぎるで。お前誰や。どうする気ですか。借りは返す。おい、おい、ひとみです。犯人は誰や。連中もしのぎがなくて必死。ほんま、いつも助かるわ。患者のための病院です。患者は金。そんな理由で主人は殺されたんです。病院を追い込む方法は一つや。どうやって落とすん。ああ見とれ。法律じゃ弱いもんは守れん。わしは人から自警士と呼ばれて稼がせてもろてますんや。ほな1億割るの上前跳ねさせてもらいます。